皆さん、こんにちは。アフタービートギターチャンネルの滝沢克成でございます。今回は、初心者はとりあえずこれ弾けシリーズ5曲目の2本目の動画でございます。軽音というアニメの Don't Say Lazy という曲を練習しているんですけれども、1本目の動画ではそれぞれのパーツを練習しました。2本目の動画で、ね、そのパーツを組み合わせる練習をしていくんですけれども、1本目の動画を、ね、見ていないと全然理解ができないので、必ず1本目の動画を見て練習をしてから2本目の動画に来ていただけると嬉しいなという感じです。で、1本目の動画を完璧に理解していると、構成はもうこんだけです。すごいシンプル。もう2本目の動画は、ね、結構ちょろいです。1本目の動画を乗り越えられれば2本目の動画は結構ちょろいです。行ってみましょう。まず最初、シャンシャン、タカトコタカトコつって、いきなり、C セクション、サビですね。C から始まるあれです。やってみましょうか。覚えてますか？ちょっと一緒に弾いてみましょうか。C セクション。いきますよ。ワン、ツー、チーチー、パカトコタカトコ。で、半分。で、次はフォーメーション Z。タタタクツッパタンツクツッパタタタタ C で D にいてで B マイナーで半分ずつで次 A にいて B で Z こんな感じです。でその次リフを4つ弾きます。いきます。リフ4ついきます。ワン、ツー、スリー、フォー。ババツク、ババツク、ババツク、ポンポン、タダツク、タダツク、タダツク、ポンポン、タダツク。こんな感じです。で、その次、A メロ。これ、何気に初登場ですね。X、ん？フォーメーション X。なんでそんな名前になったのかわかんないですけども。フォーメーション X を2つセット。2セットいきます。タタツクツク、タタツクツク、タタツク。覚えてますか ?24242 のパターンですね。2424。タタツクツク、タタツクツク、タタツクのパターン。これを2回いきます。やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、タタツクツク、タタツクツク。もう一回いきます。タタツクツク、タタツクツク。リフ。タタツク、タタツク、タタツク、タタ。もう一回、フォーメーション X。タタツクツク、タタツクツク、タタツク、タタツクツク、タタツクツク、タタ。リフ。これが A メロでございます。で、その次 B セクション。さっき1本目の動画でやった B セクション、そのままです。やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、C。で、D。B マイナー。で、E マイナーから B。C。D。で、E マイナー。で、半分ずつ。数年音と、じゃあ D。数年音と B マイナー。じゃあ、数年音と。で、半分ずつ。で、A。で、一周だけ上がります。で、B。で、C。で、その次、サビ。Bマイナー。で、半分。C。D。で、フォーメーション Z。で、また C から D。B マイナー。で、E から半分。A。で、B。で、またフォーメーション Z。で、今ここまで弾いたんですけども、点々からまたこっちに戻ります。リフを4回。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、タタツク。ん？あ、違う。ワン、ツー、スリー、フォー、タタツク。で、次、A メロに行きます。フォーメーション X、スタート。タタツクツク、タタツクツク、タタツク、2、4、2、4、2、リフ。タタツクタタツクトン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 付きます。フォーメーション X 付きます。いきます。タタツクツクタタツクツクタタツクタタツクツクタタでまたリフいきます。パパツクパパツクパパツクでちょっと長ったらしいんですけど次 B メロいきます。 C コードから B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  D で B マイナーで半分ずつ E B C で D で E マイナーでまた半分ずつ E E D C D で B マイナーで E マイナー半分ずつで A 一節目で上げます。ほいで B で次サビいきます。 C からパン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 半分 C で D でフォーメーション Z タタツクツクツクタンツクツクタタタタ C D D マイナー E マイナー半分 AD、で、B、で、フォーメーション Z。
で、今ここまで来たんですけれども、次は繰り返さずに、インターのパターンを8回弾きます。カンカンカンですね。行きましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、カン。2回目。3回目。4回目。5回目。で、8回目。8回弾いたら、B セクションに行きましょう。B セクション。ダルセウンというマークなんですけども、記号なんですけども、ここの記号に戻れという意味です。イタリア語でダルって戻るで、セーニョって記号なんですよ。だから直訳するとその記号に戻れってことなんですけども、で記号に戻れ。で、どれがセーニョさんかって話になると、これがセーニョさんなんです。このダルセウンというのが出てきたら、このセーニョさんに戻ってくると。もうお前の俺の腕に帰りよみたいな感じでセーニョさんに帰るわけでございます。セーニョさんに、僕の腕でおやすみよ、二人の人生。そんな感じで行きましょう。ダルセーニョで戻って、B セクションいきます。C からいきます。ワン、ツー、スリー、トン、パ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 ン、で、Bm。で、Bm。半分。C、D、Bm。D、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 C、D、Bm。Bm、D、A、そう、趣味だけ上がります。で、Bm、ああ、B7 だけど。で、インター後の B セクション終わった後、インター後に B セクションが終わってサビに入る場合、なんかディ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 っていう感じで、ちょっとこの隙間があるんですよ。パパン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 パン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 ディ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 パン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 って感じでサビにまた戻ります。C、D。で、フォーメーション Z。パカツクツカカン、ツクツカカン、また C、D、D マイナー。今半分 A で次 D あ B で Z でリフ戻ります。これ戻ります。2回目、3回目、で最後回転ですけども、このポジション2回ババンと弾いたら終わりっていう感じです。まあ、一通り弾いてみるとこんな感じなんですけども、なんとなくわかりますでしょうか。1本目の動画をね、バッチリ理解している人、バッチリ覚えている人は、すげえ簡単にできたかと思うんですけれども、どうでしょうか。まあ、ちょっとね、駆け足でバババッとやってしまったんでね、ああ、ちょっと待ってくれよという方もいらっしゃったかと思うんですが、まあ、ここはね、動画のとっても良いところなんで、わからないところは何回も何回も巻き戻しを見てみてくださいませ。基本はやっぱりね、そうやってね、その繰り返しというか努力することが大事ですからね、頑張ってやってみていただければという感じでございます。ではでは、ちょっとさっくり終わってしまったんですけれども、KO のドントセイレイジ2本目の動画はこちらで終わりでございます。で、そうだな、このシリーズの動画中、何回も何回も言っていることなんですけれども、やっぱ何回も見るということはですね、すごく大事です。で、今、ね、動画ってすごい便利だから、巻き戻しとかもすげえ簡単じゃないですか。まあ、本当は良くないけどね、なんかダウンロードしちゃったりとかさ、なんか録画しちゃったりとかしてさ、なんかこうパソコンの中とかね、スマートフォンの中とかに入れればね、延々にこうね、エンドレスリピートで見れるわけなんですよね。で、別に自分の黒話をするわけではないんですけども、やっぱり僕もすごい昔はね、めっちゃ動画見てたんですよ。めっちゃ見てました。めっちゃ見てました。でも僕が高校生の頃とかね、動画とかなくて VHS だからさ、巻き戻すのがすげえめんどくせえんですよ。同世代の方とかね、それ以上年上の方とかすげえわかると思うんですけども、特に僕が覚えているのはね、高校3年生の時にマーティン・テイラーっていうギタリストがいてね、その人のビデオをすっげえ見たんです。こういうのを、マーティン・テイラーさんが弾いたんですけども、今ちょっとプラッとね、弾いた数十秒、10秒あるかな、もしかしたら10秒ないかもしれないですね。このフレーズをビデオの中で見て、どうしても覚えたくて、でも必死でこう食らいついて、こう何回も何回もギター持ってね、で、ちょっと過ぎたらまたこう、ガチャ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 、ウィーン、ガチャ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 、ウィーン、ガチャガチャ、あ、行き過ぎたみたいな感じのね、繰り返したわけなんですよ。それに比べればね、すごい、別に今の人が恵まれてるっていう言い方、あんま好きじゃないんですけどもね、便利な世の中になってますよ。確実に。確実に便利な世の中になってます。ちょっとね、その恩恵はね、フル活用しないとね、このご時世に生まれた、恩恵、メリットがなかなかないと思うので、もうそこはですね、もうめちゃめちゃ活用してくださいませ。
僕らがね、その一回一回一回がガチャコン、ウィーン、ガチャコン、ガチャコン、ウィーンってやってたらね、苦労がないわけですからね。僕がその10秒のフレーズ練習したとするじゃないですか。10秒のフレーズ、そのビデオを見ながら、VHS を見ながら10秒練習したとするじゃないですか。で、10秒見た後にその巻き戻すのにやっぱ5秒ぐらいどうしてもかかるんですよ。なんかこうね、ギターを置いて、リモコン持ってガチャコン、ウィーンで、大体そのちょっと行き過ぎたりするんで。大体まずね、5秒ぐらいのそのラグはあるんです。で、そのまた10秒見て5秒やって、10秒見て5秒やってって感じですけども、今この5秒がほぼない状態なんですよね。マウスでそのね、繰り返したいところにカーソルを置いといてね、マウスボタンだけポチッと置き飛ばして戻るみたいな感じになったら、10秒見て0秒でまた次の10秒が出てくるわけなんですよ。これすごいことですからね。10秒、5秒、10秒、5秒、10秒、5秒ってやってる時点で、10秒、5秒、10秒、5秒の時点で、その2回練習してるだけで3回分の時間が取れるわけなんですよ。こいつは半端ねえぜと。いうことなわけでございます。ちょっとね、コメントとかでね、すごいすぐになんかね、これどうなんですか、ああなんですかみたいな感じで質問してくる方が多いんですけれども、まあ、正直なところね、その辺は繰り返してみろという話でございます。もう動画の中に答えがあるんだから、もうこんだけも手元大きく映してあげて、もうね、こんだけこんなサービスはなかなかねえぞと、もうこんだけやってるんだからね、もう自分で見ろと、自分で確認しろと言いたいところもたくさんあるんでございますが、とりあえずまあ、そうですね、コメントをするなということではありません。何かわからないところ、気になるところがあったならば、最低30回は確認してください。巻き戻しをして30回。最低でも。最低でも30回。でも30回以上見ても、どうしてもわからなければ、どうしてもわからなければ、コメントしていただければ返信します。でも、そのコメントの内容を見て、これ30回見れてないなと思ったら、基本的には返信しません。そんな感じでございます。ちょっと最後は積極臭くなってしまいましたけれども、まあ、要は努力しろということでございます。平たく言うと。そんな感じ。ではでは、5曲目の曲が終わりましたけれども、次の6曲目の方は、次回予告ってわけではないんですが、グリーンディというバンドのアメリカン・イリオットという曲を取り上げてみようかなと思います。とってもかっこいい、パンクロックな曲なので、楽しみにしておいてくださいませ。そして最後、恒例のお知らせタイムでございますが、私、滝沢勝内、ツイッターやっております。TAKIJAWA 滝沢という名前でツイッターやっております。よかったらフォローしてくださいませ。じゃあね、バッハハイ、さよなら。